ャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、野球界、世間の皆さんをざわつかせる。何するんですか。企画、考えてきました。やだ、なんか怖い。あのちゃんとこう常識の範囲内でやってくださいね。常識はめっちゃあるって。そうですけど、いつも常識の範囲内でしょ。いや、そうなんですけど、ざわわざわわ、そのくらいのざわわざわわ、ざわわじゃなくてざわわってくるってことですよね。まあ、わかんないですけど、これかもわかんないですね。かもしれない、僕の中では、もう無風です。無風、あ、別に大したことないことを言うよって。でも世間ざわつくんじゃないってこと。僕は別に全然大したことじゃないけど、世の中の人はざわつくかもわかんないですね。なるほど、なるほど。私もざわつくかな。ざわつきますよね。ざわつきますかね。多分え、なんですか。じゃあ、お題を、発表します。プロ野球12球団全チーム一人ずつ、もうこいつはトレードした方がいい。トレードした方がいい人発表するってことですか。そうですよ。なんかちょっと辛くないですかそれ。無風ですけど、ざわついてますよ。どんな感じですか。ざわわだってこの選手もトレード出した方がいいよっていうのを、まあ、12球団で1人ずつで言うっていう。まあ、気にはなりますけどね。まあ、ファンとしても、まあ、この選手トレード出してあげた方が活躍できるんじゃないかなと思う選手もいますけど、でも佐藤さんがそれをはっきり言っちゃうっていう、もうこいつはトレード。はい、わかりました、ね。だからまあね、皆さん、どんなざわわかな、ざわわか、ざわわかわかんないですけど、そうですね。だから、今日から、プロ野球も開幕しないんで、でしかも、なんていうんですか、現役ドラフト、とかもあるじゃないですか、こういう選手を現役ドラフトにかけなきゃいけないよっていうメッセージでもあるんです。あ、なるほど、そうです、ね。こういった選手たちが現役ドラフトにかからないような現役ドラフトのシステムだったら、そのシステムで買い殺しは防げませんよっていう裏メッセージもあるんですよ。ああ、なるほど、そういうのも込めてこのね、深い意味がある動画です。はい、わ、かりました。じゃあそれを心得て私は聞きます、さあ今日はですね、これどこの球団から行くんだろう。6日間にわたって行います。サザエチャンネル特有の、セバ1球団ずつをワンセットにして送っていくっていう、システムがありまして、開幕するかと思ってやったキーマンの話、ありましたね。ありました。あれは6日間にわたってお送りしました、ね、そうなんです。あれはね、あれも6日間にわたったんですけど、今回も6日間にわたってあなたのね、好きなチームから、あなたの好きな選手が、里崎に勝手にもうトレードしろって言われると思います。あれば、それはまあファンはね、願ったりかなったりというか、まあというポジティブな気持ちで私は聞きますね。じゃあそうですね、まあそれが聞き終わった後にどういう心情になってるかどうかは知りませんけど、じゃあ第1回目は記念して、ロッテ、DeNA 行きましょうか。おお、そうです。湾岸で、湾岸で行きますか。海のチームということで。そうです、そうです、じゃあまずロッテから。千葉ロッテマリーンズ。ドラフト風。もうトレードした方がいいよ選手、平沢大河。いやいや、いや、なんかもっとロッテで頑張れないですか平沢選手。いや、もうトレードっす。出るところはないんですか、平沢選手は。現状ないね。っていうかね、じゃあ今から、まあ、彼は22歳です、まだ若いですよ。若いです、2015年のドラフト1位、だから6、7、8、9、5年目、今年5年目でいうと、大卒の1年目と一緒ですね、出会った時にですよ、僕はこのね、皆さんね、さっき言ったトレードに出した方がいい選手ってちょっとネガティブワードと思いきや、これはもうポジティブワードなんですよ。今のまま平沢はロッテにいても、もう試合出るとこないです、正直。まあ、いわばこの
オープン戦、はい、見てると、うん、レギュラーどころで言えばサードレアード、はい、ショート藤岡、うん、セカンドが中村、うん、でファーストが井上、はい、っていうところがまああのレギュラーの感じでオープン戦戦ってましたね、うん、はい、でそこに外野は福田を、うん、FA で取って、はい、で近年だとトレードで岡取ったりして、うん、あの一時ね外野で平沢出てましたけど、はい、外野も飽和状態、うん、もう大渋滞、はい、で内野もここに来て新人の福田を、はい、法政大学の福田を新人に取ってきた西巻を楽天からどう占領外になってそれを取った、はい、でここに来て鳥谷を、うん、ロッテが取った、そうですね、そこも大きいなってなったっていうところはね、はい、球団からすると、うん、もう平沢への期待感が下がってるって見られても仕方ないです、はい、このいろんなドラフトとかね、うん、あのトレードとか FA とか、はい、そういう、ね、人的な保障を含めていろんなピースを埋めていくと、はい、もう入団した当時の平沢よりこの5年目の平沢の球団としての期待値がもう下がってることはもう明白、うん、ってなった時にこのままロッテにいても、はい、ああいい選手いたねで、うん、終わってしまう可能性があるんです、うんうんうん、まあねそれは平沢自身がね、はい、結果を出してない本人の責任だって言ったら、はい、それはもうその通り、はい、本人が頑張ってないことがこの状況を招いてるんですよ、はい、平沢がもっと頑張ってしっかり結果も出していやさすが平沢内野の要にいるねってなった時に、うん、じゃあ新人の福田取ってますかと、はい、鳥谷を取ることはありましたかとか西巻取ってきましたかね、うん、っていうところがなってんのもそこが物足りないと思われてるからそういう補強になるわけですね、うん、だからチームとしては仕方ない、はい、でも選手としたら仕方ないじゃ済まされない、はい、でしかも出るとこない、うん、はい、まだ22歳、うん、今年23かな、はい、12月24日が誕生日なんでってなった時にここでもう出してあげた方が本人のためっていう、うん、まあねもしかしたらそうかもしれないですよ、うん、でも私は悲しい、私は悲しいです佐藤さん。何ですか。だってね仙台育英からドラフト1位で入りましたよね、はいはいはい、思い出してください、その時楽天が相思相愛だったわけですよ、はい、もう、まあ、平沢選手も楽天に行きたいって言ってて、はい、もうこっちも明言してたわけですよ、はい、もう平沢選手を1位で取ると、はい、もうそこでもう一致するかと思ったらいきなりロッテが入ってきてくじで引いて、はい、平沢1位ってなって、はい、もっと大事にしてくださいよいやだからまあねでもそういうのはもう毎年行われるわけですよ、はい、ドラフト1位が必ず活躍するとは限らない、はいね、毎年行われる中でのことなんで、うん、はい、でも別にね、うん、この動画でも始まっていればいくらでも言っていつでも言ってますけど、はい、プロ野球株式会社、はい、視点が違うだけですから、あ、まあ、確かに大げさに言うとね、うん、平沢個人からしたら、はい、ロッテで活躍するのと、うん、楽天で活躍するのと、うん、ヤクルトでとか、はい、ね、中日でとか、うん、阪神でって、はい、どこも活躍して試合出れたらどこも一緒なわけですよ、まあまあ活躍することが第一ですからね、はあ、だから別にロッテにこだわる必要ないです、はい、選手個人からしたらね、ってなった時にまだ22歳、僕はまだ頑張ったら伸びしろあると思うんですよ、はい、でも今のロッテの状況だとやっぱり出るところが少ないからチャンスをものにする機会が少ない、まあ それだったらチームとしてはですよ、うん、平沢の将来のためも含めて平沢をトレードで出して、うん、トレードが成立する可能性があるチームから、はい、今の旧チームに足りないところを戦力補強した方が、はい、チームとしてもいいと思うんですよ、まあ、まあそうですね、まあ、だから佐藤さんがこの選手をトレードで出した方がいいっていうイコールその選手にまだ期待値があってまだまだ伸びるし出られるよ試合にっていう期待値を込めてのことなんですよね、はい、でもロッテじゃもう出るところが薄くなってるし、うん、はい、新戦力も取ってきてるから、うん、やっぱり立場上厳しくなっていってるから、うん、それだったらもう今22歳っていう年の若い時にトレードに出して、うん、その選手がもう一回頑張れるところもしくはその平沢を欲しいっていう球団にするポジティブ的なトレード、はい、した方が、まあ、チームのためでもあるし、まあそうですね、平沢のためでもあるし、うん、で移籍先のチームのためでもあるんで、はい、いわば三方よしなんですよ、まあ、もう確かにそうですね、まあ、一応高校時代から見てて、はい、頑張ってほしいと思ってたところにドラフト1位で入ったんで、うんうん、そこで頑張ってほしいと思いはやっぱりファンはあるわけですよ、うんうん、まあ、でもやっぱりも活躍するのが一番ですもんね、うん、そうですそうです、ってなった時に、うん、まあ、このチーム補強とか編成の感じ見てるとまあちょっともうなかなか、ね、どんどん補強、難しいか、ね、
同じポジションをどんどん取るってことは、はい、いる人に魅力が少ないってことなんで、はい、うん、そうですね、魅力あったらそんなどんどん補強しないじゃないですか、はい、だからそうなってくると、まあ、僕はもうトレードに出してあげて、はい、平沢がもう一回輝けるチャンスがある球団に、うん、で勝負した方がで、ね、チームはチームで今足りないピースをその球団からトレードしていった方が、うん、だってトレードをしてね、うん、まあ一番分かりやすいところだったら日本ハムの太田大志とか、はい、うん、あとクモンとかね、はい、っていうトレードして先ですごい活躍した選手たちもいるわけじゃないですか、うん、はい、だそう考えると、まあ、悪いことじゃないし、まあ、しかもねそのドラ日本の文化ってトレード出したら、はい、なんかこう捨てたとか、うん、あと育てられなかったチームが無能とかっていう意見が結構湧き出るんですけど、うん、そういうのじゃなくて、うん、選手のために今のチームじゃいいところ出せないから移って頑張れみたいなね、まあ、ポジティブな要素ってことですよね。まあ、でも本当内野がじゃあ薄いチームとかそういうところに行って、はい、まあ、活躍できたらばそれはそれで本当にいいじゃないですか。でそれはもうちょっとね環境を変えて再チャレンジとかっていう、うん、はい、いや甲子園でのあのホームラン覚えてますか、仙台育英の。いや覚えてない、覚えてるも覚えてないも、はい、あのそんなに記憶ないから、はい、覚えてるっていう定義が入ってこない。だからすごい見てて取材もしてて、あのホームラン打った時のこうやって走ってる姿かっこよかったな、あの輝きをねもう一度やる可能性はまだあるんで、これね、ないやつにトレードした方がいいとは言わないです。そうですね、ものすごい期待のことだって、取る方にもメリットがあることが大前提なんで、トレードっていうのは。そう考えるとやっぱオープン戦とかロッテの戦いとか新戦力見てても、まあ、ちょっと若干まあね、平沢自身が頑張ってないっていうの、頑張ってないというか結果出してないっていうのがまあ一番のあれだけど、はい、トレードでもう一回チャンス与えてやってもいいんじゃないのかなと。その代わりどっかからその今のロッテで足りないところをチーム取ってお互いウィンウィンでっていうのがね、いいんじゃないのかなっていう。なるほど、もうポジティブですね。そうです、ポジティブ発信ですね、はいはい、だから平沢トレード、はい、言い方かな、言い方がネガティブっぽいのかな。いや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 、いやなんかトレードをすると言っちゃうぜって言うから、なんかすごいこと言うよってなんか聞こえるけど、でもまあポジティブなこと言ってるってことですね。そうです、そうです、平沢頑張れってことです。選手のためを持って言ってるっていう。そうです、そうです、はい、すごいロッテで結構行きましたよ。はい、DeNA、 DeNA トレードした方がいい選手、倉本。ほー、はい、これまた内野の内野ですよね。そうそうそう、そう、はい、だからまあ、FA でね、うん、大和を取って、はい、で今年から、うん、そのひょっとしたらオースティン、ソト、ロペスで、はい、ライト、セカンド、ファーストっていうのを、うん、その守らせる可能性がある、はい、であと柴田とか選手もいる、はい、でまあ、石川ベテランもいるってなった時に、うん、もうちょっとまあ怪我とか誰かがした時のね、はい、バックアップっていう部分では、まあ、必要なのかもわかんないですけど、うん、もうちょっとレギュラー構想からは外れちゃってんのかなっていう。あ、でも内野でちょっとこう誰かが怪我したとか穴ができた時にこう入れる隙っていうのはまだないんですか。うん、でも去年も24試合しか出てないんですよね、うん、はい、打率1割2分1厘と、はい、でその2018年が85試合に出て、うん、まあ、2割3分と、はい、でまあ、2016、17年で、ね、140試合以上出て、うん、でそこで2割9分4厘、2割6分2厘と結果をね出したっていうところの貢献度はすごい高いですけど、うん、はい、ここ1、2年が、うん、もうほぼ試合に1軍の活躍の場所がないんで、まあ、去年24試合、そして29歳、はい、結構いい年ですね。そうそう、うん、で2019年にね、首脳陣にもう一度ショートで勝負させてほしいと直接してね、はい、大和と争う形になったっすけど、うん、開幕1軍入りは果たしたものの、はい、まあ、オープン戦から打撃不調で、うん、でレギュラーシーズンに入っても向上せず、はい、キャリアワーストのシーズン、うん、でまあ今年29歳になったばっかりだから、はい、だから30歳の年ですよね。早生まれなんでね、同級生ってなった時に、うん、もうそろそろラストチャンスぐらい、先ほどの平沢はこれからの、はい、まだ20年、うん、とかっていうんで、はい、あれですけど、うん、もう倉本はもうこっから頑張れなくなっていく可能性もあるんで、うん、もう中堅ですもんね、年齢としては。そうそうですね、ってなった時にもう若手にね、しかも昨年のドラフト1位で盛り取りましたね、うん、そうですね、彼も内野手じゃないですか、森ケイト選手、はい、はい、ってなった時に
もうヤードの後は森で行きますよっていうメッセージも込められてるわけです。はいはいはい。だからこういったところのドラフト戦略も読み取っていかなきゃいけないわけですよ。そうなった時にはもう倉本っていう名前が筆頭に来ないですよね、はい。いや選手ってやっぱドラフト見てドキドキするんでしょうね。同ポジションとかね。でひょっとしたらですよ、はい、チーム方針としてもし大和がショートでうまく回らなかったら、はい、森をもう行くかもう育てようってなっちゃったかもしれない、ってなる可能性もあるんです、はい。でそうなったらもう倉本は年老いていくのを待つだけになっちゃうんですよ、うんうん。そっか。それだったらまあそのね2016、17、はい、だから去年、まあ、3年前 の話になりますけど、うんはい、まあまだね今年30歳、ね、今年というか、まあ、29歳になったばっかりですけど、はい、その年齢考えると、まだもう最後ラストチャンス、勝負できるんちゃうかと、でもしのバックアップなんだったら、まあね、その最初に話した買い殺しを防ぐ選手の活躍の場所をっていうところを考えると、トレードですよね。はあ、なるほど。今の DNA に足りないところをまた取ってくるっていう。はい、まあそうですね、はい、29歳なんで、まあ言えばもう即戦力じゃないですか。そう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 、だから本当に穴があるところにポンって入れば、うん、はい、もう一回花が咲く、はいはい、可能性もあるんで、はい、だから倉本とかね、うん、もうトレードに出してあげて、うん、まあそれチームにどんな、僕はね皆さん分かってくださいね、はい、勝手に言ってるだけなんで、はい、あのチームにどんな編成とかどんな根拠があって残してるとか考えてる、はい、一切無視して、はい、勝手に客観的に見た中で喋ってるんで、佐藤さんが出した方がいいんじゃないかなって言ってるだけですからね。はい、だから個人的な見解です。はい、でもちょっと平沢選手が熱くなりましたけど、はい、ポジティブ要素だなっていうのが分かったら、はい、すごいなんか落ち着いて、なんかそんな、うん、だから僕が最初無法って言ってるのが分かったでしょ。あ、なんか分かりました、はい、だからね、うん、応援してる人とか、はい、そのチームのファンで、いやチームが好きだからここにいてほしいっていう思いも分かるんですけど、はい、やっぱその選手が活躍するのが僕は一番かなっていう思うと、倉本も、うん、もうトレードでっていうのも考えてあげてもね、でその代わり取れる選手を取ってくる、もうウィンウィンじゃないですか。はい、そういう編成とかいいですね。確かに、まあ、トレードって悪いことじゃないですよね。ないじゃないです、はい、全部ポジティブですもんね、うん、どっちにとっても。そうそうそう、うん、だからあの一番最初に、はい、裏テーマは、はい、こういう選手が現役ドラフトに出てこなきゃいけないって言った、この裏テーマがこの平沢とか倉本あたりのこの選手たちが現役ドラフトに出てくると買い殺し防げたりとか、ね、ああこの選手だったら欲しいなっていうのがなって、うん、この現役ドラフトの意味合いが出てくるじゃないですか。有意義なドラフトになりますよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからそれがね、うん、あの出ていかないとその現役ドラフトのその意味合いがかなり半減したりとか、うん、形だけあって意味のないものになってしまうんで、うん、だからそういった意味も含めた裏テーマとしてお伝えしたいですね。なるほど、じゃあ現役ドラフトもそういう選手が出てこられるような制度やっぱこれから作っていかないといけない、うん、かもうトレードしてあげてね、はい、一気に活性化っていうねチームで、ね、合意したら一気にできるわけですか。そうですそうですそうです、うん、まだ全然、はい、3月4月春ですから、はい、だからそういった意味を込めて、はい、2球団やりましたけど、はい、あと10球団やりますんで、はい、楽しみに、はい。